吉田さんお疲れ様ですあのね最近ね三つもあっていうサイトをね使ってるんですよ。三つもあっていうのはどういうサイトかっていうと、まあ、例えば今私がね検討してるのがあのトイレのこうやりかえなんですよ。 まあトイレがね、うちの家のトイレももう30年ぐらい使ってるんで、古くなったんで、それを廃棄して、新しいね、トイレを入れようかなと思ってます。まあ何もね、高級品を入れようってうんじゃなくて、まあ、あの、当たり前のトイレなんですけどね、それを入れ替えようと思ってるんですけども、その時に、三つもあっていうサイトで、業者さんをお,お願いするんですよ。そうするとね、複数の業者さんが名乗りを上げてくださって、で、現地調査にうちに来てくれるんですよね。今回3件の方が来てくださいました。で、大体同じ条件。 同じ工期で、えー、見積もりを出してくれるんですよね。で、3社3用の見積もりに対して、まあ、どこがいいかってことを私の方が選べるってことなんですよ。当然、やってくる業者さんも、できれば仕事を取りたいわけじゃないですか。だから、ギリギリのところで交渉していきますね。だから、値段がどこかで圧倒的に安いところが見つかるとかね、圧倒的に高いところが見つかるってことはもうほぼなくって、本当にね、原価カツカツでやってきて、もちろん、 遠そういうところから来る業者さんっていうのはそれなりに出張料費がかさむんでやっぱり高い傾向にありますよね。で近所にある事業者さんでしたらそれはまあ出張料費の関係では安くてね近くだから安心っていうところもありますけどもそういった条件も見ながらで実際に施工に来てくださるあの職人さんのね こう対応を見なながらどどここににすすするるるるか決めるっていうことにももんんででけども結構使えると思うんですよ前回ね、この三つもあっていうサイトで、玄関の鍵の付け替えをしたんですけども、その際は、もう、現地調査じゃなくてね、もう一発で決めましたね。あの、付けたい鍵と、ただ安いだけっていう風なね、思ったよりも安くできました。そのさ前っていうのは、今度水道の入れ替えもあったんですよ、蛇口の入れ替えもね。三つもあっていうサイトで比較しました。 まああの賃貸だとねこういったことを利用する機会ってあんまりないと思いますけども今後もね3つもあっているサイトで、まあ、いろんなことをね比較してでせこくせこくねぎってねぎっていこうと思いますそれによって浮いた金額で本当にぶち込みたいお金にぶち込んでいくって感じでねやっていこうかなってところですねまあでもね本当にねあの今そういった意味では業者さん主導の価格ではなくって生きこりをかけた業者さんがしのぎを削ってるそんな時代なのかなと思います私もね 安きらいいってもんじゃないと思うんですよ。それなりに、あの、感じのいい人に仕事やってもらいたいですし、それからね、あの、住宅設備のことなんで、次から次へと、リフォームの要望っていうのはこちらから出るんですよね。だから、そういったこともお話しして、末永く付き合ってくれるところを選ぼうかなと思いますよね。だから、末永く付き合ってくれるようなネットビジネス塾と付き合うのがお得な買い方かなと思います。それが、たとえ三十万だろうが、五十万だろうが、払う価値は、払う意義はあると思うんですよね。 人生を変えようとしてるわけですからまさにどんなネットビジネス塾にいくら払うかっていうのは自分の人生に値段をつけてるもんじゃないかなと思うんですよ。そういう意味でそっか塾は1,000円で入りたい人は1,000円で入ればいいけどもあなたの人生を変えたいっていうモチベーションは1,000円なんですかというふうにね、うん、そういった問いかけもカリキュラムの中に入っておりますね。いいってらっしゃい